にちは、鈴木和人です。今日はですね、不安になった時に、解消する対処法についてお伝えしたいと思います。不安になると、やっぱりどうしていいか分かんなくなったりするんですけど、不安っていうのは結構こう言語化できないことに対して不安に人間を思うんですね。例えばお化けとかっていうのそうじゃないですか。お化けって言語化できないんですね。なのでなんか怖いなっていうの、そのなんかがうまく言い表せないから怖いんですね。例えばそれがどういう現象でこういうふうにこういう霧じゃないですけど、なんかこういうふうな現象できてるみたいな、でお化けっぽく見えるって言われたら全然怖くないじゃないですか。でそれと一緒で書き出してみることはすごく大切なんですね。例えばお金のこととか仕事のこと、仕事の不安ってじゃあどういうことなのか、こういうふうにしっかりと言語化できることって怖くなくなるんですね。それに対してこう対処法できますので、しっかりとこう紙に書いて、不安なことですねあったらこう書いていただくと、解消できますので、ぜひ試してみてください。ではまた。